久保さん、今回沢田海二にしましょうか。この海二の本名がありました。海二の本名がありましたこの海二のね、僕の好きなね、どっかのセリフであるんですよ。で、このちょっとセリフ言いますね。前向きのバカなら可能性はあるが、後ろ向きなバカは可能性すらゼロだと。負けたからクズってことじゃなくて、可能性はないからクズ。胸を張れ。手痛く負けた時こそ胸をと。まあ、ここら辺のセリフ好きなんですよ。そう、前向きなゼロなら可能性はあるけど、後ろ向きなバカは可能性はないと。要は、なんすかね。僕はバカを前向きに使ってるんですよ。要はまあ、簡単に言うと、バカだからやるというね。バカだから人よりやる。でも、後ろ向きの考え方だと、いや、バカだから成功できないなんですよね。どうせ俺はやってもバカだから成功できない。で、僕はバカだから他の人よりいっぱいやるっていう前向きなバカ。バカを前向きに使ってるんですよ。だから、まあ、バカでアホの方が、僕は前向きにそれをより使えるので、いいかなっていう。でもね、このカイジのこれがね、本当にその通りだと思いますよ。バカをどのように使うのかっていう話ですね。でも、うまくいかない人っていうのは、どうせ無理みたいなね。どうせ無理っていう、どうせ私にはとか、なんか後ろ向きに使ってますよね、ほとんどは。例えば最悪っていうことも、これ以上最悪にならないなとかね。これ以上、そうそう。全裸監督の西村監督だったかな。俺より落ちることはないみたいなね。あれもよかったけど。なんすかね。まあ、なんか人生をより謳歌してるというか、より生き抜いてる人っていうのは少なくても、後ろ向きではないですよね。前向きですよね。多分。どちらかというと。いろんな状況になった時に、前向きに考えてると思います。でも、うまくいかない人は、後ろ向きに考えると。で、後ろ向きに考えるから何も行動しないわけじゃないですか。だから行動しないから、何も結果出ないですよね。そう、でも前向きに考えて行動すれば新しい結果が生まれると。で、その新しい結果がもちろん成功する結果じゃないかもしれないけど、じゃあそこでまた失敗したとしても、それで前向きな考え方をしてまた行動をします。で、また行動した結果、改善されて結果が出るかもしれないです。で、そうやって稼いでいくみたいなね。でも、うまくいかない人はほとんどどうせ無理みたいな感じで、後ろ向きになんかバカを使ってるというか、まあそれはもうなんか、可能性ゼロですね。そう。後ろ向きのバカは可能性すらゼロっていう。まあ、ここがね、いいセリフだなと思いますね。後ろ向きのバカは可能性すらゼロっていうね。そう。あとね、この、胸を張れっていうとこもいいですね。負けた時こそ胸を、つってね。カイジがね、指を落としてね、クソみたいなね。勝てたここで、あそこ好きっすよ、あのシーンもね。指切られるときに、ここで物乞いしてどうする俺は。ここで物乞いしたとしても、この兵頭会長が許してくれるわけないじゃないか。俺は何やってんだと。胸を張れと。見るんだみたいなね。あそこもね、かっこいいっすよね。あそこのイメージシーンですね。いってらっしゃい。